いただきじいちゃんの場合は普通に億単位の詐欺をしたって話なんで、まあそれはそうなるよねっていう。小児性愛者のグループチャットに女児の個人情報や盗撮写真をばらまいた四谷大塚の元講師の判決が懲役2年執行猶予5年でした。比べることではないと思いますが、一滝女子リちゃんの求刑が13年なのに対し、性犯罪者への刑罰が軽すぎるなと個人的に考えています。私は性犯罪者への刑罰をもっと厳しくすべきだと思っていますが、どう思いますか？僕、ここで比較すべきは多分、四谷大塚の人ではない気がしてて、70歳かなんかのおじいちゃんで、女児に手を出した人は76歳だったかな、離婚をしたりとかで社会的刑罰を受けてるので懲役2年とかだったんですよね。で、個人情報とか写真とかってある種本人って気づかなければダメージゼロなんですよ。それが残ってしまってばらまかれてしまったという最悪の状況があればそれはかわいそうだよねなんですけど、ただじゃあどういう人の個人情報がばらまかれて、どういう写真がばらまかれてっていうのは今現在ほぼみんな知らないじゃないですか。多分10年後くらいしたらその本人は知らないまま終わる、何事も被害がなかった話になる可能性があるんですよ。なのでお金を取られましたっていうのはすでに被害が発生しているので、被害が起こる可能性もあるけど今のところ被害が起きてないよねというのと、すでに被害が起こりましたっていうのであれば、76歳に猥褻なことをされたっていうそっちの方がもっと僕は刑罰を重くすべきなんじゃないかなと思ってるんですけど。とはいえ、まあ、いただきりりちゃんの場合は普通に億単位の詐欺をしたって話なので、まあそれはそうなるよねっていう。であと複数なので、単発でやってましたじゃなくて継続的にやっていましたって話なので、ホストに対して貢いでたのである種組織的な面もあると思うので、そういう意味ではまあ罰がでかいのはしょうがないんじゃないかなと思いますけども。今の状況下によるパパ活女子をどう思いますか？まあ金がないんだったらパパ活っていうのになっちゃうのは仕方ないかもしれないですけど、買収をすることでその人の金銭感覚だったりがずれてしまうのを直せるタイプの人って買収しないと思うんですよね。例えばじゃあパパ活的なものが終わって普通に就職しますってなったとして、手取りが18万とか20万の仕事するかっていうと、もうなかなか選べなくなっちゃうと思うんですよね。でもじゃあパパ活ができるのって20代のうちで、30代でパパ活ってかなり厳しいと思うんですよ。よほどの美人だったらむしろパパ活なんかしないで金持ちと結婚した方がいいので、なので結局のところで30になった時どうすんのっていう時に、そのパパ活で簡単に手に入れられた給料っていうのが忘れられないので、なかなかまともな仕事が選べず風俗に行くっていうパターンは結構多いと思うので、じゃあ30代で風俗行って、じゃあ40代でどうすんのっていうので、生涯年収で行くと多分低くなっちゃうんですよね。風俗とかパパ活って若いうちは稼げるんですけど、でも残念ながら日本人って今70歳近くまで働かなきゃいけないと言われてるんですよ。そうするとじゃあその40、50、60、70の時に自分に何のスキルもない状態で元綺麗だったおばちゃんっていうのがどうやって稼ぐのっていうのになるので、あんまりその稼ぎ方を若いうちに覚えちゃうのはどうかなと思います。パパ活をやっているんですが、若い女の子は一人暮らしの資金のためなどの理由で初対面の男とホテルに行くことが正直信じられないです。女の子は将来結婚するとき絶対に夫に打ち明けることはしないと思うんですが、世の中はこんなものでしょうか？まあただ写真とか撮られたり、勝手に盗撮されてアップロードされてポルノハブに登ってるみたいな感じになると思うので、リスクはあると思いますけどね。将来の旦那を思うと賢者タイムで毎回何とも言えない気持ちになりますじゃあやるなよって話なんですけど、でもまあパパ活が効率いいからやっちゃうんですよね。そんなもんだと思いますよ。はい、なので世の中には将来のことを考えないで頭の悪いことをする若い子たちがいて、多分大人になってうまく逃げ切れる人もいるし、逃げ切れなかった子が後悔したりすると思うんですけど、世の中そんなもんなのでパパ活とかやらない方がいいよねとは思うんですけど、まあなかなか止めるのは難しいですよね。世の中に犯罪をやる人っていっぱいいて、犯罪やらない方がいいよねっていうのは分かってでも犯罪やる人っているので、犯罪をやるのが良くない理由って刑罰っていうのがあるんですけど、バレた後割とその後の人生きついよねっていうのがあるんですよね。例えばじゃあ犯罪をやりました、1年間刑務所に行きました、で刑務所出た後にもう刑務所出ちゃえば全く関係ないじゃないですか。まあ履歴書に本当は書かなきゃいけないけど、書かなくても気づかないんですけど、でもその人生の後であなた犯罪者だったよねってバレると、あと結構人生きつくなるっていうのがあると思うんですよね。でパパ活も一緒で、バレない人もいるんですけど、バレた時にあなたパパ活やってましたよねっていう証拠とかが出た時に、後で将来めっちゃ困ると思うんですよ。なので将来困る度でいくと犯罪とあんまり変わんないと思うんですよね。なのでパパ活とかを安易にやるのっていうのはどうかと思うんですけど、ただ
あんまりなんかね、なんかそれが悪いことだという風潮、やらない方がいいよねぐらいになるんですけど、犯罪行為と同じぐらいのリスクがあるよねっていうことがあんまり理解されてない気がするので、どうなのかなと思うんですけども。20代女性です。月4回会って月末に30万という約束でパパ活して会っていた男性に未払いのまま逃げられそうです。過去に同じ条件でその男性とパパ活していた女性が支払いの日に LINE ブロックされて逃げられたとツイッターを通して連絡が来て発覚しました。逃がさず払わせる方法はありますか？ありません。まだ私は LINE ブロックされて終わらず、次会う約束も取り付けられます。ひろゆきさんならどう振れますか？まあ基本的には契約書を作ってない限りは裁判に持ち込んでも勝てないんですよね。でその LINE の内容で30万ってっていうのがもしちゃんと書いてあるのであれば、それが契約であるっていう形で内容証明を弁護士の名前で送ってっていうのになると思うんですけど、多分住所知らないっすよね。なので僕がもしやるとしたら本人の住所と連絡先を特定しますね。もしくは勤めてる会社とかっていうので、ある程度特定した上で弁護士名で内容証明を送るっていうので回収するっていうのなので、30万円払うという約束が口頭なのか LINE だったりのスクリーンショットがあるのかどうか、でもしそのスクリーンショットがなくて口頭であれば、次回会った時にその金額の話をしてください。月末30万円っていう話でしたよねっていうので、多分会ってたらうんそうだよみたいに言うと思うんですけど、でそこであのどうやったら35万円に上がりますみたいな話をすると、30万払う払わないじゃなくて30万払うというのを認めた上で、うんそうだな、じゃあこれやってくれたらみたいなのが多分あると思うんですよ。なのでそれで30万払うと言ったっていうのを認めた録音っていうのを取るのと、本人の連絡先っていうのを頑張って突き止めてみてください。名刺もらいたいって言えば結構もらえたりすることありますけどね。名刺交換の練習したいみたいなこと言って。パパ活相手の男性がストーカーし、先日暴行事件にまで発展しました。現在示談交渉されている状態です。相手から多くお金をもらっており、隠しておけないと判断し、親にも全てを話しました。看護学校を退学して地元のクソ田舎に戻ることになりました。奨学金も一括返済しなければなりません。自分がしてきたことを後悔してもしきれず、今後の人生や金銭面について不安しかありません。私は今後まともに生きていくでしょうか？なんで看護学校を退学したのか全く分かんないんですよね。もし手続き上戻れるのであれば、さっさと戻っちゃった方がいいと思いますけどね。でパパ活をしてたのであれば多分貯金があると思うので、普通に一人暮らしした方がいいと思いますよ。で専門学校行ってるんだとすると19か20歳とかで、あと1年ぐらいしたら大人なので、都会に出してそういう状態になっちゃったので、やっぱり手元に置かなきゃいけないっていう形で多分実家に戻すっていうことになったんだと思うんですけど、そのままだと多分独立できないままずっと親元に居続けるっていう人生になると思うんですよね。パパ活をするぐらいモラルがちょっと微妙な状態で、お金をいっぱい使っていろんなことをしたいという好奇心が強い人なのであれば、多分田舎でずっと生活し続けるというのは耐えられないと思うので、なので早めに出てく手段を得た方がいいんじゃないかなと思いますけど。パパ活をしています。先日別れを告げたら本気で恋人だと思っていた。詐欺だ、お金を返してほしいと弁護士から内容証明が届きました。どう対処すればよいですか？自分は18歳、相手は40歳です。無視してください。その弁護士もどうかと思うんですけど、未成年に対して契約不履行っていう連絡をする時点でどうかと思うんですよね。まず契約行為できないんだから無視すればいいと思います。はい、もし本当に揉める気であれば、これ週刊誌に持ってきますよとかっていうと黙るんじゃないかなと思います。ツイッターで風俗嬢やパパ活女子が莫大な稼ぎを自慢していますが、脱税しているのは明らかです。税務署はなぜ高額なこのような脱税をきちんと取り締まろうとしないのでしょうか？税務署に通報してみてください。地域とかがなんとなく分かることが多いので、写真だったり大学名だったりちゃんと通報すると税務署って結構きちんと調べるんですよね。なのでなんかこいつ脱税してそうだなっていう人がいたら、ここら辺に住んでる人でこういう風に収入あるって言ってますよっていうので税務署に通報すると税務署が頑張ってくれたりします。先ほど風俗嬢パパ活女子の税金のことを質問したものです。 Twitter だけだと住んでる地域とかはまだ全然わからないです。 Twitter に載せなくても大量な税者がいると思います。腹立たしいです。Twitter に書いてる内容をちゃんと見てください。大抵 Twitter 書いてる人ってどっかで飯に行ったとかってあげがちなんですよ。あげてるのが東京なのか大阪なのかってもうそれぐらいで大体わかっちゃうじゃないですか、行ったレストランとかで。で時間帯とかで、この時間帯例えばその10時とかでレストランにいるとすると、まあ普通そんなにお金持ってないのであればタクシーとかでもそんなに遠くまでではないので、10時11時くらいだったらこの近辺だよねとかでメッセージを辿っていくと、結構人ってボロ出してるんですよ。
東急ハンズで物を買ってますってなると、東急ハンズで新宿店で買いましたとかだと、新宿沿線上の可能性が高いですよね。小田急線とか。逆に東急ハンズで行くで、渋谷の東急ハンズに行ってるとしたら、三軒茶屋とかの東横線沿線だよねとかっていうのもあるので、何を買ってるか、どこに行ってるのかっていうのは結構発言見てると分かったりするので、そこら辺ちゃんと掘ってみてください。僕、ストーカーする気はないんですけど、そういうなんか、こういう人ってどういう人なんだろうっていう調べるの自体は好きなんですよ。調べるスキルを貯めるっていうとか、はい、っていう遊びがあるので気をつけてください皆さん。そうなんです。4年近くパパ活をしてきて、その方に家賃生活費用など全て養ってもらってここまで来ました。さすがに自立しないとと思い、夜の仕事をして生計を立てていて1000万貯まったらやめると言ったのですが、その後の人生設計が特にないです。そこで今まで4年間生活を見てくれたパパさんと結婚するのはどう思いますか。それか踏みとどまって普通の男性を見つけた方がいいのでしょうか。今24で結婚にかなり圧力を感じています。ちなみにパパさんは37歳で仕事は公務員で活躍がそこです。もうパパさんと結婚すればいいんじゃないの。なんでパパさんと結婚したくないのかの理由がわからない。なのでなんか普通に生活費用まで出してくれるんだったら、で別にそこまで嫌いじゃないんだったら何の問題もないと思うので、パパさんと結婚でいいんじゃないですか。パパさんと結婚したくない理由が特に書いてないので嫌な理由が分かりませんでした。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。